1曲目はこのちょっとこの優雅な午後を演出ということで、ドニゼッティというドニゼッティという、ね、作曲家が作曲したイタリアンオペラの、まあ、フランス語なんですけど、フォーモン、うん、まあラブソングですね。この曲はもうあんな素敵な子に恋しちゃったちょっとゲイっぽいけどこうやってやるとあの大好きあの子っていう曲を表現したあの、まあ、テノールっていうソプラノとかこうある中でハイツェっていう人どうでしょう。そうなの、まあ、どうです高いこの音が出すのがすごく難しいって言われてるんですけど、それが7回ポン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 出てくる。だからこの歌はまあ史上最強難しい曲って言われてるんですけど、まあ、まあ僕にはそうかなーって僕ね声が高いんですよ。アルトの声域も出るんで高い声はねそれ問題ないんですけど、まあ、僕はやっぱ中音域とかそっちの方が難しい。まあだからみんなバランスですよね。歌詞はこう得意なところがあるから。カウンターテナーにはなるんですか。カウンターテナーの領域も出るんですよね。すごい高いとこすごい得意で、それで、ね、中音域にすごい苦労したっていうあるんですけど、それ1曲目ドリゼッチ、皆さん楽しんでてください。ジャズやら映画音楽やら、まあ、好きな音楽ばっかりやるんですけども、その中でですね皆さんやっぱ映画よく昔よくテレビで、今はねもう Netflix とかで見放題だけど、昔は金曜ロードショーとか水曜ロードショーとか楽しみにしてみましたよね。今日何や、新聞見ると、あ、今日スタンドバイ見る、学校で明日見る、スタンドバイミー、次の日は見たって、ね、すごいそういう、楽しい時代。それで、まあ、この金曜ロードショーのオープニングですよね、懐かしい。それ、この曲、多分、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけども、まあ、今日ちょっとニューヨークから来てる方もいらっしゃいますね。その人は知らないです、その人。昔の懐かしい。聞いたら分かると思うけど、まあ、一応やってみましょう。金曜ロードショーのオープニングテーマですね。Friday Night Fantasy。 これは、この曲のために、あ、この番組のために作られた曲なんですね。それを美しいピオラと3人で、はい、
知ってるし、ね、作曲家のこともすごい知ってるしね。オタクなんで。まあオタクですね。ベートーベンみたいな髪型してる。そうですか。いや今はなんか。なんか喋ります。え？すごい楽しいいつも。あの。喋ります。まあ何を喋ればいいんですか。皆さんどうも。窮屈な中ありがとうございます。しげさんも人望みを見に行って、本当に皆さんしかもすごくいい方で、ね、それを盛り上げていただけるのがね、本当にありがたいと思って、何も面白いことは進みません。まだエンジン。まだエンジン。でも風と共にされるのね、あの強い女性の代表としてなりましたから、やっぱりその今後のそのね、あの女性像、理想の女性像っていうのもね、裏切りもあります。ファンファタールっていうね、悪女っていうイメージもあります。はい、こんだけ喋りましたので、どうぞお楽しみください。原野、原野。Thank you.
ですね、前回に引き続きあのシェルブールの雨傘っていう映画が、あるそうなんですけど、まあ、すごい見た人によれば、まあ、ひどい映画だって言ってました。その悲劇でね、こんなことってあるのっていうのがひどいって言うんですけど、そのテーマ曲です I will wait for you っていう、いくつもいくつも幾千もの夏が過ぎ去ってあなたのことを待っています。かっこいいそれ言ってみてですね、そういうことをね、その I will wait for you、 まあ中村さん素晴らしい作曲家である、編曲家でもあるんですけど、彼に編曲を頼みまして、まあちょっとね原曲とは違う、ちょっとこうなんていうのかな、あの単語、単語的な要素がちょっと入ってて、それはまたこのビオラの、ハリア美智子さんの素晴らしい演奏に絡まってますね。もともとその男女のね、あの話なので、それぞれ女性、男性と、男性と、そう、そんな感じで分けました。決して認められない恋愛気持ち悪い、気持ち悪い、そうですよ、それはそうですよ。I will wait for you。 あ、これ姉、姉なんですか、これ知らない人は何の話だと思うんだけど、お姉様なんです、まあ、あのちっちゃい頃はいろいろありましたけど、それを言うとまた怒られる。それでは I will お願いします。あ、この曲はですね、今日中野さんと3人で作りました CD にも収録されております。ぜひぜひお買い求め。それでは forever.
もうバッドエンディングが。フル使ってる。いちいち避けなくていいんだよ。なんかこっちにこんな届くわけないのに、まさとらしくよ。次、一部、まあ一部二部制になってるんですけど、一部最後の曲になります。次はですね、カッチーニという、まあこれカッチーニっていう、さアベマリアっていろいろあるんですよね、中井さん。ちょっとそのあたりを。はい。アベマリアってあの3つあって、1つが有名なのが、シューベルトもそうですよ、もしたらグノーっていう人 で最後はのカッチーニのアベマリアっていうんですけど、カッチーニって結構1500年代の作曲家って言われてて、実はカッチーニじゃないんですよ、これ。カッチーニじゃない。ないです。作曲家が。作曲家。当時その19世紀に流行っていた、ちょっとなんか、要は SNS 的な感じで、自分がこの名前使った方が売れんじゃねみたいな全然割と現代の人がロシアの現代作曲家がわざわざカッチーニっていうそのいわゆるバロック時代の作曲家の名前を使ってやったらそれで売れちゃって本当にカッチーニの作曲だと思われてるんですけど実はすごく最近の曲なんです。ああやっぱりね、はい、なんかメロディーが分かりやすいというか、まあ、クラシックそうですよねクラシックしてないなっていうのはちょっとで実はロシア、うん、そのまあなんていうのそのゴーストライターというかはい、その人売れたそう、そんなに売れてんだ。まあ当時その流行ったんですよね。そういうちょっとまあサティとかああいう変わった作曲家が出てきて、そういうちょっと面白い出し方、今とはあんま変わんないです。リリースの仕方をちょっと面白くしようで、ちょっと売れました。その作曲家は。はい。で、カチーニの方がやっぱり有名になっちゃった。そうなんだ。あんまりいい話じゃない。違う。本当に。ありますよ。ちょっと調べたら出てくる。名前忘れたんですけど、全然違う名前ですよ。カチーニは、やっぱでも、世の中の 95% としては本当にカチーニなんです。99%。まあ、今日もカチーニのアベマリアです。その、この曲に、まあ僕、アベマリアで、ニューヨーク行った時にギターと、ご存知の通り皆さん、中見てますから、まあ、うるせえ、またあの話かっていう。まあ、ギターを片手に、まあ、ポケットにあの10万円持って行ったんですけど、まあ、お金がなかったんであの地下鉄で弾き語りをでこの曲ギターで弾けたんですよコードでこの歌をギター、まあ、前にこうねあのギターケース開けてこう歌ってるところから僕のニューヨークのストーリーが始まっていって、まあ、その間に本当にこの曲にねこの曲に本当にたくさんのいろいろなこう友達やら人脈やら、本当助けてもらった曲なんで、とっても思い入れのある曲なんです。そんなアベマリア、美しい。お二人、楽しんでください。一部最後です。
ちょっとのんびりと、まあ作ったオリジナルの曲がたくさんあるんですけど、その中で花舞歌っていう春の、曲なんですけどね、これはまあ出会いと別れ、花舞、まあ、4月のこの桜の散る季節に、別れてしまって、まあ、僕らの父親に向けて、作った曲なんですけど、まあ、ちょうどね4月になくなりました。その頃、まあ、もう桜が散る頃だったので、まあ、そういう思いとかいろいろあって、まあ、そのどうしても生きてると死にますからね、みんな。これから、ね、またこれからもまた寂しいことってあるか、まあ、で僕は結構輪廻転生とか信じてて、まあ、またもう少しで会えるなっていうような感じで、思いたいなと思ってるんですけど、まあ、少しでもそういうちょっとね曲がそういう、もし皆さんの心に、何かこう傷みたいな、傷というかな、あの人と会いたいなとか、なんかそういう寂しい思いがある、それにちょっと寄り添えるような曲になったらいいなと思ってます。さあ、散る花が風に舞い、いくつも歌を歌ったね、花びらによ
のあなたの笑顔をいつまでも忘れもしない。胸の痛みがまだ消えていないけれど、花曇りの空向こうからあなたがきっと見つめてる、信じてるよ。から有名なカフェ1930という曲をやらせていただこうと思うんですけど、あれそれどういう曲かってしげさんに説明したら、いや中村さんそれコンサートから撮っててって言われたので、それを今から話そうかな。まあタンゴの歴史っていうかアルゼンチンの歴史なんですよ。アルゼンチンってもともとスペインの植民地で、それスペインだからコンチネンタルタンゴって要はスペインがのタンゴのことなんですけど、アルゼンチンを占領してたからそれでタンゴで、このタンゴっていうのができたわけなんですけども、まあ最初そのどういうところでタンゴが生まれたかって、実はこの、ね、売春宿で生まれたらしいんですよ。静かにするために演奏す静かに演奏するっていうところで、そうなんです。だから非常に汚いところで生まれた。だけどもそれがいわゆるイギリスとか重なるわけだけど、そのイギリスに植民地化されながらも自分たちの文化を突き上げ、そこから、カフェに行くわけですね。まあピアザラ、そうですね、お姉さんこれあれですよね、フランスっぽいっておっしゃってたんですけど、フランスのピアザラいたんですよ。当時結構フランスブームっていうのもあって、それでフランス的なそういうカフェっていうようなスタンスになってまして、はい、まあでもこれ4つあるんですけど、その中の1つでお姉さんとぜひ4つ全部やりたいんですけど、その時にまた続きを話させていただきます。
Granada, quieran se enfrentar a entornos de toros. Mujer, ven,
カンバローラカンタラエンコブラスペシャルサスロタンゴタコッサケダルテケンラモデロサスデロサセスワベフラガンシアケレディンランマルコアラビルゲモレラこれどっちだ、こっちか、よしよし、姉さんはね、
薄紫のシクラメンほど寂しいものはない。後ろ姿の君のようです。暮れ惑う街の別れ道にはシクラメンの香り。虚しく揺れて近接が知らん顔して過ぎてきました。父親はね、なんか好きだった思い出がすごいあって、テレビが昔あったでしょ、今に。で、風呂から上がってくると、まあ、何もつけないで出てくるわけですよ、父親が。で、テレビ見ながら、いい歌だなっていう光景が浮かんできました。なのに、わざわざ来てくれた方も言うんですよね。今日誕生日だ、誕生日だ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. エリコさん。
これはね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。血が出てたのよ。え？なんかベタベタしたのサックス弾いてて。名前消して、その